はい、こんにちは、しんです。はい、ということで、えー、今回のね動画はですね、えー、燃料添加剤の話です。えー、以前ね、私の動画で CX8、自分の愛車なんですけども、えー、CX8 に、ね、燃料添加剤を投入しましたという形で、2つほど動画をね出させていただいています。まず投下した、投入したね、 えー、ですぐの動画と、また1回目の燃料を入れ替えるときの、ねえー、動画となっておりますで。今回のレビュー3回目という形で、えー、一応ね、この動画を、ねえー、継続していく予定でおりますので、えー、引き続き、ねえー、見ていただけると嬉しいです。はい、ということで皆さん、ズームズームしてますかという形でね。<laughs> 言っていきますよちょっとね寒いんですけど自分で言っててね寒いんですけどあの言っていきますよ。 えー、この以前のね、えー、1個前の動画かなで、えー、言い出したやつです、はいあのー。最初のね、冒頭のつかみということで、やってみたいということで、えー、言い出してます。ズームズームするという形で、松田を楽しんでますかという意味ですね。えー、あの妄想するもよし、乗って楽しむもよし、カタログ等を、ね、見て楽しむもよし、松田に関係していれば、ズームズームしてるという形になってますので、あの許 <laughs>、まま、してく,ください。<laughs> はい、では、あの本題いきたいと思います。はい とということでね私のこの CX8 なんですけども、えー、まずはねあの軽く説明すると、ディーゼルウェポンという燃料、燃焼室を浄,浄化というか、ね、きれいにしてくれるような作用のある添加剤、またスートルという、このね えー、DPF 再生を促進、促進というか燃焼効率を上げてくれるようなね、あ、じゃあ温度を上げてくれるのかなよ、ようなものを入れております。2つね、同時に投入しております。で、走行の方がこれ見ていただくとわかるんですけども、1660キロ、まあ、1600キロね、約ね。 えー、走って、えー、のレビューとなっております。えー、これが、えー、このカタログじゃなくてこのなんだ車のねあのアベレージの成績成績成績ですけど、えー、15.1キロリッターねこれすごくないですか皆さんどうかな CX8 乗られてる方わかんないこれ四駆の車なんですけどもどうどうでしょうかね、えー、私の車この CX8 は、えー、この投入する前は14キロ ぐらいいだだったんですたいね、14キロリッターね。で夏場になったりすると、こエアコン入れるじゃないですか。入れるんでね、14キロちょっといかないなって、13.8とか13.5とか、そういうようなね状況でありました。で、現状、ちょっと暑くなって、最近ね、暑くなってきたりもしてますので、エアコンもね、もうかまわず入れてます。この燃費と関係なくね。えー、入れて、えー、15.1キロと。 いう形で、もう明らかにこの数値としてね、えー、出てきて、結果がね出てきております。はい、ということでね、この燃料添加剤ってね、結構効果あるなという形で、えー、このレビューにねや、やらせてもらってるんですけども、そのもうこれでね、あの、何 <laughs> て言うんですか、報告をね、終わりでしてしまうと、あの動画3分ぐらいで終わってしまうので <laughs>、今日はね、このディーゼルウェポンっていうこの燃料添加剤、 でこれど,どういうものなのかというのをねちょっとだけ深掘りして話したいなと思いまして、えー、ちょっとだけ調べました、はいで。私もそんな詳しくはなかったんですけどもこれ調べてねなああるほどという形でございます。はい、でまずはねこのディーゼルエンジンってあの知ってました昔ね、ね私知らなかったんですけどディーゼルエンジンって、えー、圧縮空気をね圧縮,して圧縮した空気って でそこで、えー、現在の、ね、車大体直噴エンジンなので、えー、デ,ィーゼルのディーゼルを直噴で噴射して、えーね、燃焼室に、ね、噴射して圧縮してこうかなり温度が上がったところに燃料を入れて自然着火させるもの。 なんですよねあのガソリンエンジンだとそこにスパプラグをね、えー、プラグがあってそこで着火させるというものなんですけども自然着火なんですよね。で高圧縮にすればするほど、えー、パワーも出るんですけどもあの圧縮すればするほど高温になるわけなんですよねで。そうすると有害物質もたくさん出てしまうというところでマツダのねクリーンディーゼルエンジンというのは ガソリンに比べて圧縮比は高いんですけども、えー、ディーゼルの中では低圧縮を目指して、えー、開発されたものがスカイアクティブティという、ね、この素晴らしい技術なんですけども、えー、そうすると、ね、低圧縮にすると今度ススが増えるという形なんですよねあの、まあ、燃焼効率が少し悪くなるという。 まあ不完全燃焼とまでは言わないんでしょうけどもまあねぜ全て燃焼しないのか何なのか分かんないですけどあの多少ススが多くなってしまうと温度が下がればね下がるほどススが多くなる。このススが溜まると いろんなところに不具合が出るし、えー、エンジンが、ね、壊れてしまうようなことも起こりうるという形で、えー、この添加剤を投入するというのが、えー、趣旨というか、えー、狙いでありますでこのディーゼルウェポンというのは、ねえー、この燃焼室の、えー、中をね正常してくれる洗浄というか正常きれいにしてくれるものがまずはねこの メインとなってますで燃焼室の中はススがたまってしまったらやはりねこのバルブ周りとか、えー、なんかこうたまってきちゃうとね良くないのはまあなんとなく想像つきますよねねそれでこのピストンの動きとかも悪くなるわけでしょうけどもさらに、えー、現在のね車はほとんどがこう直噴エンジンといって、えー、プ,ラプラグじゃないこの <laughs> インジェクターっていうものがね、えー、燃焼室に 入り込んでいますでこれは直接燃料を噴射するようなものと思ってますなってますねマツダのねこの技術はねあの燃焼するの5回ぐらい、えー、1回のねストロークで、えー、ちょっとずつちょっとずつこう燃焼して、えー、燃,焼あの燃えやすくあのなんて言ったらいいんですか全体的に燃えやすくね、えー、なるようにねなあのしておりますすごいねこれはかなりの技術なんですけどもこの インジェクターがあのすすでに汚れて詰まってしまったりすれば、ね、これもちろん悪い,いいわけはないですよね。これもきれいにしてくれるということで、えー、燃焼効率を上げるという形になっております。でさらに、ね、こう燃料にあの投入することで、セタン化というのが上がるらしいんですよね。このセタン化というのがディーゼルの自己着火のしやすさ。 自己着火ね。あの、この、ね、圧縮して燃料を吹いて、圧縮すればするほど着火しや、しだすんですけども、その着火するのをね、えー、なるべく、しやすいような、えー 添加剤となっております、えー。これは着火しづらいと、ねえー、不完全燃焼という形になってしまいますので、あのプラグがない分、ねあの、完全に燃焼するというのが理想という形になっています、はい。そして、さ、まあ、錆止め効果もあり、えー、油性油分の、ね、向上もあってこう、滑らかに動くような感じになっています、えー。そして、えー、黒煙の抑止、抑制、えー、効果があると。 いう形になっていますこれはまあ燃焼効果、効率が良、ね、くなるということで、黒、え、煙、ー、の、えー、発生を、ね、抑えられるということですねで。エンジンの内部がきれいになることによって燃焼効率が向上して、パワーやトルクの向上につながると、まあ、もも持っているポテンシャルをなるべくすべて引き出せるような形になるというのが。 えー、この燃料添加剤のう効果というか狙いというかになってますんでね、えー、多少ねこれが少しずつ分かるとあなるほどなるほどとこれであの燃料のこう燃費が良くなったりしてるんだなっていうのが、えー、分かってくるのかなと思いまして今回ねちょっとせあの動画の説明として、えー、付け加えてみましたで、えー、この あのー、デ,ィディーゼルウェポンなんですけども、燃料は50リットに対して30ミリ一番最初に入れてます、これがクリーンアップ効果があると、きれいにする効果があるという形らしいんですよね、このディーゼルウェポンのメーカーの説明だと。それからあ、まあ、継続投入するときは20ミリリットル、ね。50 であの燃料50リッターに対してね、20ミリリットルを投入してもらうと、えーえー、キープクリーンという形でね、え綺、ー、麗な状態を保てれますよという形の、えー、ものとなっております。で、今回はね、えー、これから燃料に入れに行くんですけども、まあ、3回目の投入という形になってますので、でもこれ、明らかにね、これ、良くなってるなっていうのは実感できておりますので、皆様もね、あのもしね、こう、 燃料添加剤と入れたことがないよってことはたお試しいただくといいかもしれないですよね。えー、ディーゼルエンジンに乗られている方、えー、一度お試しいただけるといいかなと思いまして、えー、この動画を作ってみました。またこれからもね、えー、継続してレビューしていきます。で次回のね、もしこの継,継続のレビューの次回はこの 次回の、ね、動画では、ねえー、ディーゼルウェポンとースートルとおあの申し上げましたがこのスートルの方ねこっちの方の説明を加えてやっていきたいと思いますので、えー、もし、ね、この動画はねあのためになったとかたし楽,しめ楽しめたかな分かんないけど説明がね、えー、聞けてよかったと思っていただけた方は、ねえー、高評価またチャンネル登録していただいて、えー、次の動画を、ね、お待ちいただけると嬉しいです。 いいと思います、まあ、チャンネル登録してね、あのもうすぐどっか行っちゃうじゃないですか、動画ってね。<laughs> 特にこの弱小 YouTube のこのチャンネルだと本当にどっか行っちゃうので、ぜひともあのチャンネル登録よろ,よろしくお願いいたします。はい、ということで今回の動画は以上となりますが、えー、皆さんもね、このズームズームしてね、えー、カーライフを楽しんでい,けして楽しんでいただければとい <laughs> 思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。では、今回の動画は以上となります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。